クデパラ漫画を紹介したいと思います。思ったよりちっちゃかったんですけど、ちっちゃいね、1000円もするんです。うぐで玉が下から、うわうわおけつが、うわうわうわ、こんにちは、なおいです。こんにちは、おいです。今日はグデパラ漫画を紹介したいと思います。グデタマがなんと、パラパラ漫画になって角川書店さんから販売されました。思ったよりちっちゃかったんですけど、ね、でもよく考えたらあんまり大きいとね、こうペラ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 やりにくいか、やりにくいから、うん、まあこのぐらいがいいのかなとは思ったんですが、はい、なんとこちらお値段、はい、税別で1000円もするんです。まあ、あーびっくらこいた。パラパラ漫画ってやっぱちょっと高めなんですかね。全部カラーだからね、こうケースになってて、ここから抜いて、こうなんか辞書みたいな感じ、あ抜いた、こういう風になってるんですが、これがですね、アマゾンとかで今入荷待ちなんですよ。え、マジで？そう、売れまくってるのよ。売れまくってるんですよ。あ、そう。あ、本の匂いするわ、めっちゃ本屋のめっちゃ本屋の匂いするすごい、なんかノリの匂いしませんか。なんかもう出来たての本の匂いがするよ。普通の本屋さんで私は買ったんですけど、普通の本屋さんだったらあるのかな。コンビニとか売ったらいいのね。ねえ、ちっちゃいから。本当思います。なぜ今回これを動画にしたかっていうと、ほうほう、思ったより小さかったからです。うん、それがびっくりしたんですね。そう、俺それにびっくりした。これは紹介しないとと。これは紹介しないとと。うん、みんな思ったより小さいよって。なるほどなるほど。ネットでね、買っちゃうとね、ネットで買っちゃうと、うん、あ思ったより小さいってなると思うんで、ほんの 2,3 秒のパラパラ漫画に向いてないグデグデダラダラしたキャラクターグデ玉が登場って書いてます。あなるほどね。グデ玉が下から、うわうわおケツが、うわ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 っぱうわあうわ、なんかこれはどこ、うわうわあああぐで玉が、うわこんなフライパンの上で、わうわうわ、もう一パターンどうぞ。はい、ニセ玉さんが今、円形のテーブルを回してますよ。そうするといろんなぐで玉の、食事たちが、卵を使ったぐで玉たちがいろいろわわわわわ回転されて動いてますよ。いっぱい動いてますよ、動いてます、こういう感じでした。まあね、これじゃあ物足りねえぞと、うん、実際 見たいよ見せろよという方は、うん、ぜひこのグデパラ漫画角川書店さんからね、販売してるものを買って見てみてください。見せたいんだけど見せれないからね。そう、見せたいけど見せられないけど、サイズだけはお届けできたんで、うん、思ったより小さいです。でもめっちゃ売れてるんですよこれ、うん、ぜひぜひ見かけたら、まあ、チョコレートと間違わないようにします。そうだね、ちょっと美味しそうなサイズだからね。美味しそうなんですよね、なんか。というわけで今日はグデパラ漫画を紹介しました。皆さんも見かけて欲しいなと思ったら、まあぜひ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 買ってみてください。なんで笑ったの。それでは皆様、さよなら。誰か似てるんですよこういう顔。あんたじゃん。私こんな顔しませんって。全身タイツ着たらそっくりだ。そんな、こんな気の抜けた顔しますか。自分の顔見てどう思う。自分の顔見てどう思う。キリッとしてると思う。キリッとしてた。頑張ってキリッとしてみた。キリッとしてねえよ。してませんか。山田孝之さんのドラマめっちゃ面白いですね。長くならないかその話は。ガンジーガラメのマリウム。あれ面白いみたいだな。1000円。わ。言うね、値段を何回も。これ高かったもん。そうだね、高いなと思ったから。高いね。でも何ムーって。ムーって雑誌。